どうも、侍翔です。僕昔っから恋愛ポエムっていうのがめちゃくちゃ苦手で、僕が学生の頃ツイッターで恋愛ポエムを大量にリツイートしまくるクラスの女の子がいて、そのリツイートされたポエムとかを読んでみたら、まあ内容が薄いんですよ。もう当たり前のことそれっぽく書いてるだけ。まあこういうポエム書いちゃう人って恋愛し始めたばっかりの思春期の学生とかほとんどなんで、まあそれ内容がないわけなんですよね。そんなポエムをクラスの M さんは、マジ共感できるわとかつぶやいてるのを見て、こいつろくな恋愛感持ってねえなっていつも思ってましたね。まあ案の定その M さんは日帰りランチ並みのスピードで彼氏が変わってて、ついたあだ名がガバマンだったんですけどね。まあもちろん世の中には内容のあるちゃんとしたポエムも存在するんですけど、今回は学生が書いた痛いポエムに突っ込んでいきたいと思います。ちなみにこれ僕の持論なんですけど、恋愛ポエムとかリツイートいいねしてる女性って大体理想高くて、友達や彼氏自分のクソしょうもない恋愛感を押し付けてきがちで、女は日頃こんだけ大変なことがあるんだとか、女は強いアピールしがちで、その上男はほんと〇〇だからとか、男より女の方がすごいとか意味わからんマウント取りがちで、そしてポエムリツイートしまくって純粋な女の子気取りがちやけど、実際はバチクソやりまんな女おりがち。やべ、ポエマーに抹殺されちゃう。これだ。ワン、ツー、スリー。好き。この2文字を言うためにどれだけ辛い思いをしてるか、あなたには分かりますか？いらねえよ。猫は魚が好き、ウサギは人参が好き、リスはどんぐりが好き。まあこれそれぞれの動物の好物の話ですよね、多分。僕は君が好き。いや、この流れやったら君が捕食対象になっとるけど大丈夫？あの子ばっかり、やめて、うざい。私のこと少しは見てよ。個人的に歯の部分ちっちゃい輪にする人苦手。やめて、うざい。人生の法則、人生で泣くのは 4×9=36。 しくしく。は？人生で笑うのはちっちゃい輪やめろ。 8×8=64。 はははは。足したら100になる。は？どんなに号泣したとしても 5×9=45。 号泣。はあ。みんな自分の人生がある。だけどこうやって見てみればみんな平等、みんな同じなんだ。ああ。だからね、今までの自分を振り返るよりこれからの生き方を探しに行こう。みんな同じ、100で終わるなら笑顔の数が多い方がいいじゃない。はあ。なんで俺はあいつの手を振りほどいてしまったんだろう。今さら後悔しているなあ。もう一回俺のところに戻ってきてくれよ、ピオ。そんな名前やから振られんねん。男の生きる意味、男は愛した女は見捨てねえ。女性もや。男はカッコつけて生きていく。よーい、見えっぱり。男は最低になって当然の生き物。はあ。男は何か趣味を持つ。女性もや。男は楽しく生き、損のない生き方をし、嬉しい死に方をするべし。もう寒すぎてエアコンの温度上げたわ。そしてこういう痛いポエムを皮肉ってできた当たり前ポエムっていうジャンルもあるみたいなんで、そちらも見ていきましょう。目隠しをするとなぜだろう、何も見えなくなるんだ。うん、そりゃ目隠しされてるからね。目が乾くとなぜか涙が止まらないんだ。ドライアイだね。君との距離が離れるほど遠くに感じてしまうんだ。距離の問題だね。あ、これ当たり前のツッコミしかできんわ。